時はゆるキャラ戦国時代、日本各地でさまざまなゆるキャラがすさんだ人々の心を和ませるべくゆるーくしのぎを削っている。そんなゆるキャラカルチャーを世界に知らしめるべく立ち上がったのはギラッチ野郎ことスイーツ研究会部長のこの男、姓はダイヤモンド、名はユカイ、名前の間に欲望性を背負ったロックンローラー、ダイヤモンドユカイ。やつが日本中のゆるキャラと触れ合いつつ各地の名物スイーツをゆるーく審査する番組、それがゆるキャラカフェなのである。ロックンローラーよどこへ行く、あなたの街にゆるキャラを連れたユカイがスイーツを食しに行くことだろう。ハローサムシング、スイーツ研究会部長ダイヤモンドユカイです。今日もね、先週と同じようにふるさと祭り東京2013東京ドームにやってきてます。今日もね、新しいゆるキャラのね仲間がやってきてくれるってことなんだけどね。おなんか来たみたいだな。おーいおーい、来いよー、おーい、なんかふてぶてしいやつだな。はい、今日ね東京ドームにやってきてくれたのはね、なんと札幌テレビ塔非公式キャラクターテレビ塔さんです。おお、身長が 147.2m、 そんなにあんの。おお、体重1000トン以上、そんなにあんの。趣味が温泉だってよ、温泉。家族いるの。何、妻と娘と子供。ちょっと怖いよあんた。今日はさ、テレビ父さんとお送りしようと思ってるんでね、よろしく。おいてててて、痛いよ、テレビ父さん頼むからさ。せっかくだからさ、テレビ父さんさね、今日ドームに来てるんで一緒に野球やろうぜ。おお、分かったよ、分かった、一緒野球やる。おお、オッケー。じゃあちょっとあれだな、バット必要だな。バッターやるか、なんかバッターっぽいもんな。父さんにバット持ってもらうかね。ああ、バッターっぽいよ。ああ、打てるじゃん。ああ、なかなかいい振りしてる。ああ、そうだな。じゃあ俺、ピッチャーやるからさ。ね。勝負、父さん。俺の魔球を打てるか。チャンチャンチャン、チャチャンチャチャンチャチャンチャンチャチャン。うまいじゃないか。やったー、アウトー、勝ったー、負けたー父さん。あれ、父さんちょっと、父さんちょっと待ってよ、怒っちゃったのかな。父さん怒っちゃったみたいだ。父さん待ってくれよ、父さん待ってくれよ、待てよ父さん、待てよ父さん。あれ父さん、あれ、ここスイーツストリートって書いてあるね。父さん、もしかしてこれスイーツの場所に連れてきてくれたの。ああそうか、怒ったわけじゃないんだ。おお、怒ったわけじゃないんだね。おお、分かった分かった。あれ、あ、もしかしてゆるキャラの人ですか。あ、こちらがゆるキャラですか。あ、今日はこのスイーツ、こちらテレビ塔か。これはテレビ、確かにテレビ塔さんだね。おお、これは何ですか。ソフトクリーム、ロールケーキ、いちごのチーズケーキ、はい、このテレビ塔さんのうちの美味しいスイーツが全部入ってますね。あ、全部入れちゃった。入れて表現します。なるほど、これはアイスクリームですか。ソフトクリーム、はい、あ、いいです。これもしかしてあの牛乳 100%、はい、うち牧場やってます。あ、
ここで作ってる。牧場の牛ですか？そうなんです。違いますよね。牧場の人ですか？そうなんです。じゃあジャージー。いや、ホルスタイン。ホルスタイン、ホルスタインさんですか？これはかなり持ってけ泥棒みたいな感じですね。じゃあちょっといただきます。うん、かなりチーズケーキ、チーズたっぷりなの。こうネットショップで今1ヶ月待ちのチーズケーキ。え、そんなにプレミアついてるんですか？はい、このチーズケーキ自体だけでそれだけの人気があると。はい、あ、このなんかロールケーキね、うん、すごくなんか柔らかいというか、そうですね、ふわふわしてます。ふわふわ、うん、あ、これは実はね、ソフトクリーム研究会の会長をやってるんですよ。そうなんですか？はい、だから本当はね、これソフトクリーム研究会にね持ってきたいぐらいだね。うん、うん、このソフトはねいける。第10回ゆるカレカフェ、今日はね、テレビ塔さん雪景色、これを、悩むけど 4.67 ギガッチ。これはね、一つ一つがもう5ギガッチ。うん、でもやっぱこれオールスターチームになっちゃったからね、うん、これ一つだったらもう間違いなく5ギガッチよ。でこのソフトのクリームも5ギガッチ、もうこれもかなりレベル高い。だけどね、オールスターチームになっちゃうとやっぱりこう喧嘩しちゃうんだね。そこがちょっとあのマイナスのちょっと要因なんだけど、基本的には全部うまい。このチーズケーキはね売り切れになるぐらい、やっぱ北海道のやっぱ素材はね素晴らしいと思います。はい、だけどあえて 4.67 ギラッチということでね、今日はそんな感じです。第10回ダイヤモンド愉快ゆるキャラカフェ、今日はねふるさと祭り東京2013東京ドームからお送りしました。今日一緒にね出演してもらったのはテレビ塔さんです。どうもテレビ塔さん、ありがとう。おお、なんかちょっと力入ってんね、父さんね。怒ってないよね。そういうことでね、ゆるキャラカフェ、本当にゆるーくお送りしましたが、来週もゆるーくお送りします。ゆるキャラカフェは本当にいいですね。ボンボヤージ、ボンボヤージ、ボンボヤージ、ボンボー。Boo!